部屋。どうも、ちょっとお世話になります。あー、お願いします。どうぞ。しなさやかの水が詰めてやる。はい、小野さんですよね。ええ、富東省で用語で三井ちゃんが、あー、お世話になりました。斉藤さんでお世話になったんですね。あ、そうです。懐かしいなと思って今ね、分かんない。